どうもみなさん、こんにちは。落ち着いてみましょうです。ブロックです。ということで、今回もですね、ウィニングレブンアプリ2021やっていこうと思うんですが、今回はですね、ここで使うとめちゃくちゃ強い選手紹介しておこうかなと思います。新 IM のマテウスですね。身長はね、173センチ、レジェンドから IM、 いろいろね、変更点があるんですね。完全に全部上昇してるんですよ。こちらドリブルがレジェンドと比べて5上がってたりとか。なるほど。あとね、決定力なんて8上がってるんですよ。キック力とかも4とか、まあ、ジャンプとか3とか、うん、めちゃめちゃ能力値の方も上がってるんですが、プレイスタイルですよね。レジェンドの方がボックスとボックスだったのに対して、これIM がプレイメーカーになってると。なるほど。でさらに言えばスキルですね、ミドルシュートとアクロバティックシュートがついたんで、まあ、ちょっとスキル追加ができなくなったみたいな。このマテウスがね、評価的にはどうなんだろうみたいな。ボックスとボックスの方が結構好きな人多いと思うんで、プレイメーカーだと上がってこないって、あんまり強くないんじゃないかって思われてるんですけど、使った感じは強くて、特にね、4312の形にすごく合う中盤の CMF の選手で、今作から両サイドバックがね、センターバックにできなくなっちゃって、はい、例えばまあムニエとかも上がってくるし、守備的サイドバックにすれば上がってこないんですけど、はい、ただね、守備的サイドバックの数って少ないんですよ。今回で言うとね、パパールが D ですね。アーロン・ワンビサカはいいんですけど、調子が。ただそんなに両サイドね、守備的サイドバックを置けるほど、はい、守備的サイドバックの数も多くないし、もともとそこまで守備的サイドバックを置いても CB とはちょっと、まあ、違うんで、どうせだったら1枚上がらしちゃった方がいいみたいな。そういった時にこのプレーメーカーの選手ってめちゃめちゃ良くて、例えばトマ・ムニエが上がった時とかに、このマテウスがそのムニエのところカバーしてくれるんですよね。自然と後ろにちょっと下がり気味になってくれるんで、はい、相手の逆にカウンターが怖くないというか、うん、全員が上がりすぎちゃうことがない。ここが例えば文字 TV とかがよく使っている2列目の選手とか、ランパードとかボックスボックスとか2列目とかの選手にしちゃうと、たまにね、両方上がった時があって、で相手の3トップの裏がっつりやられちゃうとか、はい、プレイメーカーを置いておくとね、そういうことが結構なくて、今作だとアンカーもなんかどっか行っちゃう時がたまにあるんで、どちらかというと4-3-1に使っていておすすめなのはアンカー、プレイメーカー、あとはボックスボックスか2列目、役割分担をさせると結構中盤安定するかな。全員が上がることがさすがになくなるんですよね。プレイメーカーも上がらないっていうわけじゃなくて、例えばビエラとかロドリとかが全然来なければ、あのマテウス逆に上がってくるんですよ。でそういうシーンも実際あるんで、周り見て判断してくれる。Quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito, algo que los espectadores desde luego agradecemos.今回そのマテウスがいいのは、前に上がった時もそうですし、まあ、後ろにいる時もそうなんですけど、とにかくやっぱ守備の能力がすごい強いんですよね。今回バフもかけてないんですけど、うん、まあ、守備の能力も高いし、まあ、背はちっちゃいんですけどね、はい、まあ、まあまあ小回りが効いて、ただその代わりそんなにドリブル数値じゃ高くないんで、まあ、ドリブルはそんなにできないんですけど、突然すごいシュート打ったりだとかそういうことができるんで、比較的使いやすい選手なんじゃないかな。判定をちょっとでかくして重くしたみたいな感じで、そうだね。ここでも使ったんですけど無印で、うん、ただね、 OMF だとやっぱりもうちょっと機敏さというか小回りが欲しくて、なんか俺は合わなかったんですよ。 CMF に置いた時に、ここいつもネドベトとランパート使うんだけど、これカウンターロックパスの監督のダニエル・スパークなんで、もうみんなこう上がっていくんだけど、マテウスがこう残ってくれて、なんならねサイドバックのミニマムでこの辺ぐらいまで上がっていくから、うん、でもねこの辺にいるのがすごいやっぱり中盤のバランスをね取ってくれて、攻撃ももちろんロドリがボール持った時にカウンターロックパスの監督、まあ4-3-1ってそうなんですけど、縦にこうみんな上がっていっちゃうんですけど、マテウスだけちょっと残ってね、こうパスの補助役になってくれて、マテウスに一回経由してマテウスからこう入れてあげたりとか。
4-3-1-2 のね、カウンターロングパスの戦術もそうだし、戦術でカウンターロングパスの戦術を取ってる監督を使ってる人、はいはいはい、この CMF にプレーメーカーを入れるっていうのはおすすめ。すごい やりやすかったですね。個人的にはね、この中盤の並びかっちり来てるなということで、まあ、マテウスね、最初ちょっとやっぱボックスボックスじゃないから微妙なんかなと思ったんだけど、はい、使ってみたらね、今作に結構合ってたみたいな。 PSO のあれで言っとくと、 PSO ってここにコンセプトアレンジでディフェンシブっていうのを入れられるんで、うん、これが上がってこなくさせることができる。そうだから、別にプレーメーカーを置かなくてもいいんだけど、アプリはそれないから絶対上がるんで、ここだ、ここが下がるっていう意識があるだけで、守備とかに対しての意識が高くなるんで、だ PSO とアプリはね、そこら辺の違いがあるんで、全く別なんでね。 PSO だとちょっとプレーメーカーさすがにっていうのはあるかもしれないけど、アプリだとね逆に嬉しいんで、そう、それはね、まあそこら辺の差があるよということでね、はい。